せーの、オタク。皆さん、こんばんは。夏休みの宿題が全然終わってないキョンです。秋の味覚が気になるユーミーです。よろしくお願いします。はい、今日は沖縄市にやってきました。沖縄市いいですね。今回はですね、沖活サポーターズのカラオケ居酒屋ザ・ベスト10様がなんと12周年祭を行うということで、はい、何かね、私たちもお手伝いできないかなと思いまして、お伺いいたします。現在ですね、私たちは損田交差点におります。あちらに行きますとライカムでして、あちら側が小屋十字路となっております。それではね、早速行ってみたいと思います。行ってきます。 Let's go。 お疲れ様です。はい、いらっしゃいませ。すいません、お疲れ様です。お疲れ様のヒョンです。ユミです。今日はどうしたんですか。12周年とお聞きしまして、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。突然本当にすいません。今回12周年祭を行うということで、はい、何か私たちにもお手伝いできることはないかなと思いましてお伺いしました。そうなんです。じゃあぜひよろしくお願いします。よかった、よろしくお願いします。愛を乗せて島を走ろう。ラブネッツ沖縄。ネッツトヨタ沖縄。ステーキ食べよう、ハンズ。ジャンボステーキください。焼き加減は俺、ミディアム。俺は私、手加減なし。ウダー入ります。手加減なしのうまさとデカさ。え、おっさん、どうぞ。リストラ。リストラ？元気出せ。はい、ありがとう。リストラって何の動物か。よ。ねえ、リストラ。再就職も求人誌はルーキー。せーの、オキャス。突然お邪魔してすみません。あのですね、今回12周年祭をやるということで、私たちも何かお手伝いすることはないかなと思いましてお邪魔させていただきました。そうなんですね。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よかった。2人はベスト10多分初めてのご来店だと思うんですけど、はいはい、ステージカラオケっていうのはご体験されたことありますか。いや、私カラオケボックスはあるんですけど、はい、ステージカラオケっていうのは初めてなんですよ、はい、なかなかないですもんね、ステージカラオケ。ステージでカラオケを歌いますとカラオケが無料なんですよ。ステージで歌う方が無料。そうなんです。いいな、それ。最初はやっぱり緊張される方が多いんですけど、そうですね、まあ、2回目からはだんだんもう自分で行くようになるんで。すごい。その他にもまあ各種ドリンクも単品でご用意して、まあ、飲み放題各国に合うものを取り揃えてありますので、ぜひ二次会などにご利用ください、うん、あーですね。二次会で飲んで食べて歌って、超楽しいですよね。ちなみに体験とかって、じゃあもしよかったら、じゃあおきかつさんチーム対ベスト10チームで対決なんかしても。あ、対決対決になります。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。声出ししてきますね。では何から始めましょうか。そうですね、今日周年パーティーですので早速準備の方からよろしくお願いします。はい、頑張ります。頑張ります。せーの。あ、結構重いですね。足元、はい、せーの。ください、ここからの眺め。いいな、なんか VIP 席にいる感じしますよね。すごい。わー、特別感。いいな、どの席も個性的。実はありがとうございます。お疲れ様です。あの、一つ気になったんですけど、はい、あの、掃除してる時にいろんな机があって、あのエリアごとに雰囲気がちょっとずつ違うなって思ったんですけど、はい、これって席ごとに料金とかって変わるんですか。
そうですね、席ごとに値段は決まってないです。そうなんですね、はい、でしかもこの内装もちょっとなんかディスコというかクラブ的な感じで、一気に非日常、面白いなと思ったんですけど。それではですね、先日オープンした2号店の方を紹介します。お願いします。それではじゃあすぐ近くですので、はい、じゃあ移動しましょうか。はい、はい、あ、じゃあすぐ近くなったら飛びますか。ジャンプで飛んでいきますか。行きますか。行きますか。一緒に行きますよ。せーの。はい、到着しました。ここが2号店のナイトワクワクです。おー、ナイトワクワク。早速店内の方ご案内しましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。こちらが2号店のナイトワクワクになります。あー、すごい。めっちゃ天井高いですね。また違った雰囲気の非日常というか。そうですよね。しかも入ってきた時見ました。あのなんか、なんで、水めっちゃ流れてる。グッピーの水槽です。かわいい、泳いでました。かわいい、泳いでました。ベスト10に行くか、ナイトワーカーズに行くか。あー、どっちか。どっちにしようかなって結構迷いますよね。もうどっちも行くか。はしご、はしごです。メッシュサポートは、オヒカツを応援しています。せーの、オヒカツ。愛を乗せて島を走ろう、ラブネッツ沖縄、ネッツトヨタ沖縄。ステッカーよハンズ、ジャンボステッキください。焼き加減は俺、ミディアム。俺は私、手加減なし。手加減なしのうまさとデカさ。さあ、それでは今回ですね、ステージカラオケの方を体験していただきます。イエーイ、ありがとうございます。さあ、オキカツチーム対ベスト10チームとお客さんで、はい、チーム戦をしていただきます、はい、それではじゃあチームさん、じゃあ先お願いします。はい、はい、頑張ります。じゃあユミさん、トップバッター責任取って先行きます。頑張ってください。だけど
今日一日お手伝いご苦労様です。ありがとうございます。今日一日お手伝いしてどうでした？いや、先ほど歌わせていただいて、この舞台に立たせていただいても本当に嬉しいんですけど、すっごく緊張して一歩足を踏み入れた瞬間に内装とかミラーボールが非日常にパッと連れて行ってくれるので、もしかしたら普段日常で人前に出るのがちょっと苦手って人でも一旦ここに上がるともしかしたらハマっちゃうかもしれないなって思いました。本当に楽しかったです。ありがとうございます。普通のカラオケボックスとは違ってステージカラオケでなかなかね体験することないと思うんですけど、お客さんとの距離も近いし、でまた歌うことで他のお客さんともコミュニケーション取れたりして、もう絶対楽しいよなって思います。また他の人とも友達になれたりとか、一体感が、そうなんですよね、輪とかが広がるともうすごいいいなって思って、もう絶対一度はねステージカラオケ歌ってみてほしいです。皆さんおすすめです。企画をご覧の皆様に当店からプレゼントがございます。イエーイ、ありがとうございます。こちらですね、当店で使える1000円割引チケットと素敵なお食事を、一品サービスのチケットを5名5名、合計10名様にプレゼントいたします。やった、ありがとうございます。お料理絶品って聞いたんですよ。聞きました。食べたい。それではね、ご希望の商品を明記の上こちらまでご応募ください。お待ちしております。いや本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあせーの、バイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供とおきかつサポーターズの皆さんでお送りしました。いいねこれ、2人で料理できるからね、うん、そうだね、しかもさ、2ヶ月無料ってよ、だからね、めっちゃいいよね。うるさいな、なんかそうそう、だからさ、県外で働くなら仕事ありますプラザ。ボビーノ、ブラジル、シュラスコ、シャタン、ハンビーでシュラスコ、ビュッフェ、食べ放題。ボビーノ